どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。はい、皆さん、バーバリアンキングの特殊能力いつ使ってますか？今でしょ。ということで、バーバリアンキングの特殊能力なんですけれども、バーバリアンキングの詳細を見てもらえばわかるんですけれども、バーバリアンキングの特殊効果時間と能力の効果時間10秒と書いてあるんですね。この10秒というのはバーバリアンキングレベル5とラバーバリアンキングレベル40のアイアンフィスト同じ時間なんですね。10秒は同じなんですよ。まあそのもちろんね、攻撃力上昇とか体力回復とか全然変わってくるんですけれども、バーバリアンキングのですね、特殊能力をいつ発動すればいいのかというのを今回喋っていきたいと思います。はい、ハイブリッドですね。基本的な、ハイブリッドではバーバリアンキングレベル12ですね。レベル12、皆さん今どこいるか分かりますか？バーバリアンキング、ここですよ。この HP 見ておいてください。まだアイアンフィスト使っていません。さあ、 HP どんどん削れていますね。はい、どんどん削れていきます。まだ使ってません、まだ使ってません。今使いました。1、2、3、約3秒約3秒でバーバリアンキング死んでいるんですね。要するに、今見れた方いらっしゃいますでしょうか？バーバリアンキングはですね、やっぱりね、あるあるなんですけれども、このように体力が減ってから使うと約3秒しか、特殊能力を使うことができないんですよ。この10秒ですね、バーバリアンキングっていうのは10秒特殊能力が続くので、この10秒をどれだけ大切に使えるかというですね、リプレイ、どうしたらいいのかというのをですね、説明していきたいと思います。まずはですね、極端なリプレイですけれども、まずハイブリッドですね。本当今回は極端なリプレイなんですけれども、ジャンプの呪文を発動しました。バーバリアンキング、なんとビンゴさん、もうですね、体力回復していない状況で、体力が減っていない状況でもうアイアンフィスト発動しちゃってるんですね。それなんで発動してるかというとですね、もうビンゴさん分かっていらっしゃいます。バーバリアンキングのレベル、10のね、レベル10じゃないです、どんなレベルでも10秒という、その10秒を生かすためにもはや最初に使っちゃってるんですよ。そのですね、最初に使った方がいいのか否かっていうのは、それは別の話になってきますけれども、最初にもう使うというよりも、これはまあ極端なリプレイなので、その最初にもうドカーって使っちゃってますけれども、このようにですね、バーバリアンキングレベルが低い、バーバリアンキング、まあ30レベル未満ですかね、40とかだと本当もう体力が減りそうになって使ったところでですね、もう回復量半端なくて、HP もすごいあるので、レベル40とかレベル35のバーバリアンキングは最後の方までね、アイアンフィスト取っていいと思いますけれども、やっぱり皆さんがレベル40というわけではないと思いますので、レベル30未満ぐらいの方はやはり、体力回復できる量まで減ったとこ段階でアイアンフィスト発動することをお勧めいたします。こちらはですね、タウンホール8のリプレイですけれども、今回ホグラッシュということで、今回はそこまでそのバーバリアンキングが集中砲火を受ける場所に、いないちょっとリプレイなんですけれども、見ていきましょう。まずですね、このように援軍釣り出しをしていって、バーバリアンキングがね、出てくるところまでちょっと省略していきたいと思います。ホグライダーの投入がされました。ここでですね、ホグライダーとかどうでもいいんですよ、実際は。ここで、バーバリアンキングがですね、出てきました。タウンホール8で最大レベルのバーバリアンキングが出てきましたね。さあ、ここでもうガツガツやっていく感じなんですけれども、こちら東京 RK さんもですね、バーバリアンキングの特殊能力で、HP が回復するんですけれども、もう回復しそうな段階まで行った段階でもアイアンフィスト発動してます。それはなぜかというと、先ほども言いました通り、アイアンフィストをですね、長い時間その攻撃力が上昇したりする、移動速度も上昇しますよね。それを10秒まるまる使うためにこのように、先に使っていますね。ということで今回は、タウンホール7、8、9ぐらいの方全般に言えると思いますね。タウンホール10の方でも、まだバーバリアンキング低いよなんて方いると思いますよ。私みたいにレベル20の方とかね、そういう方のためにですね、今回の動画でございます。本当にね、でも逆にアーチャークイーンは本当体力をギリギリまでこうやって貯めて最終まで、もう本当ギリギリの状態で使った方がいいと思いますけれども、バーバリアンキングレベル40とかレベル35じゃない、極端に高くない普通の、そのレベルが中盤とかね、最初の方とか中盤らへんのレベルの方はぜひともですね、回復できる量まで減った段階で発動することをお勧めいたします。ということで今回はバーバリアンキング、これね、なんだかんだ知らない人多いと思うんですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。